はい、情熱指導家はマイピーです。今日はこういう、ちょっとトトロさんが出てきそうな小さな森を使って、マイピー式体感やってみました。実はこういう風に縦長の茂みっていうか、こう草が盛り上がってる小さな木がですね、こうまとまって長細い長方形の形になってる状態ですね。でここに一本の通り道があったりします。で今回のマイピー式体感は、普段はまあ自分のこう緩やかなスピードの中でいろんな動きにチャレンジするっていうことなんですけど、今日はちょっとだけスピードを交えて というふうに、ちょっとダッシュ、少しいつもより勢いをつけながら、この草っていうか木ですね、木にいかに近い状態で体をうまく切り返しながら狭いところを通る、また戻っていくもよし、でそしてまたこちらの方向に走っていく、そして勢いがスピードがついたなと思った時にまたこういうところで U ターンする、勢いを制限しながらスピードを落とすことなくギュッと曲がっていくように体をコントロールする、普段はねどちらかというと本当に自分のゆっくりとしたペースの中でやることが多いと思うんですけど、たまにねこういうスピードに変化をつける、普段そのスピードに体が慣れてしまっている状況があったりしますので、まあそうですね、週2回程度、まあこういう形でスピードにも速い遅い変化をつけるっていうことも大事な動きになってきます。例えばこの一直線にしても、ここをまっすぐ歩くときは、行くときは、進むときはゆっくり歩く、そしてこの角に来た瞬間いきなりスピードを上げてダッシュする、でこの角に来たらまたゆっくり歩く、そういうふうにこっからここまで、こっからここまで、じゃあその一周が終わったらその動き飽きちゃったから次逆回りでこっからここまでとか、今度はこっからそこまでをダッシュ、そして向こうから向こうまでが歩きっていう風に、変化をつける場所にも変化をつけてあげたりとか、そういう中で、またね微妙にやってる最中でも変化を自分の体にも与えていくっていうこともまた、飽きさせない原因の一つになりますし、変化のある動きに、自分自身が対応していくっていうことにつながってきますので、より柔軟なね体作りにも、つながってきます。なので普通にやっぱりこうダッシュしたり、思い切り走ったりしても、ただ息が上がって、あきつい、あきつかった、もう明日からやめとこうかなみたいな感じになることもあると思うので、まあこういうふうにですね、スピードに変化をつける、速く走るにしてもどういう走り方をするのか、どういう使い方をするかによって、また違うね、体の動きだったりとか可能性に挑戦することができますので、まあそういうイメージもねこう大切にしながら普段、自分の体にねこうちょっと調味料を加えるつもりでね、こういう動きにもチャレンジしてくれるといいのかなと思います。ということで今日は、細長の木を使って、スピードをアレンジしてみるということでマイピー式体感をお届けしました。ちょっとしんどいですけど、たまに自分の体にスパイスを与えてみてください。ありがとうございます。